はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の人気コーナーけけちゃまのコーナーがアドリブなのかなどいろんなことを調べてみました。まず質問についてなんですが、これは全てがアドリブではないような気がするんですよね。まずはお母さんと一緒のホームページなんですが、そこにお兄さんお姉さんに聞いてみたいことを募集というところがあるんですね。そこから質問を投稿できるので、皆さん聞いてみたいことはそこに応募すればいいのかなと思います。そして途中の質問なんですが、ここはお兄さんお姉さんたちの反応を見る限りアドリブがたくさん入ってるんじゃないかなと感じるところなんですよね。そしてその素の反応が見れるという意味でけけちゃまが人気になっているというところなんでしょうね。このコーナーとても面白いので、今後もずっと続いていったらいいなと思いました。はい、今日はお母さんと一緒のけけちゃまのコーナーについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。